こんんにちは金ちはゃ BBH と申します今回はソフトバンクグループ不動株を超える自社株買いを発表も格付けダウンといった内容で情報発信をしていいきたいと思いますえ実はですね、えー、このタイトルにつきましてはあの当チャンネルの視聴者の方から質問がありまして。 ソフトバンクグループがですね、えー、まああの自社株買いを発表したんですけどもその規模が5000億円ですとで当チャンネルが分析をしておりますあのソフトバンクグループのですね、えー、不動株の時価総額が3250億円余りということで、まあ、なんでですね、えー、不動株よりも多いですかという質問をいただきまして、まあ、簡単ですけれども、まあ、確認をしてみました、まあ、その内容についてですね、えー、シェアをしていきたいと思います とということでですね、まずはソフトバンクのですね、時価総額、続いてですね、不動株について確認をしていきたいと思います。ソフトバンクグループにつきましては時価総額が5兆6153億円ということで時価株買いを、ね、発表した3月13日、ね、5000億円7%よりも若干ですね、株,が落ちてですね株価が落ちて今、ね、5000億円の割合が8.9%と増えているわけなんですけれども。 ただ、ですね、えー、問題はソフトバンクグループにつきましては不動株が非常に少ないんですよね今から出すデータにつきましてはできなかは投資家の総意さんという、ね、サイトから抜粋,したあ、ね、抜粋させていただいたデータになるんですけれどもこの、ね、データの根拠となっているのは、まあ、指揮法なんですよね。 まあそれによりますとです、ね、えー、不動株率につきましては5.8%、不動株数につきましては1億2120万9231株ということで、まあ、今回です、ね、えー、まあソフトバンクグループが発表した自社株買いのまあ総額よりです、ね、明らかに少ないんですよね。えー、ちなみにです、ね、えー、不動株数から今のね株価2687円を掛け算して、不動株の時価、ね、総額を算出していきますと、 お 3, 億円ということになるんですよね、まあ、この状況からですね、えー推測まあくまで推測なんですけど推測いたしますと、あの不動株から、ね、あの買わないんじゃないかなというところなんですよね、えーまあ、自社株買いを5000億円発表して、不動株から、まあ、買わないことはないかもしれないんですけど、買ってもわずかではないのかなというところなんですよね。 でえー、っともしくは、ねあのー、5000億,、まあ、億円の発表自体が、ねまあ、上限とするとしているので、貼ったり、まあ、よく、ね、自社株買いって実際行われないことが多いので貼ったりの場合があるので貼、まあ、ったりなのか、もしくはです、ね、不動株以外から買うのではないのかなというふうに、ねえー、推測をいたします。まあ、これはです、ねえーまあ、日本経済新聞の まあ、2020年3月13日付のですね、えー、記事なんですけどもソフトバンクグループ自社株買い5000億円株式7%上限とね、えーまあ、発表したんですよね。まあ、ここにですね、えー、株式の7%上限って、ね、書いちゃってるわけなんですけども、まあ、これこそですね、日経新聞とか、まあ、東洋経済がですね、えー、気づかなきゃいけないんではないのかなというふうに、ね、ちょっと思うんですが。 一応、ですね、3月13日当時のソフトバンクグループのです、ね、株価の終わり値で不動株の時、ね、価総額をアウトプットしてみたんですがそれでもですね、4562億円ということで今回、ね、13日発表した自社株買い5000億円に届かないんですよね。ということでですね、日本経済新聞の記事を読み上げていきますとソフトバンクグループは13日5000億円を上限に自社株買いを実施すると発表した。 アメリカ有力アクティビストモノユう株主による2兆円規模の自社株買い要求が明らかになるなど外圧も高まる中株主還元を強化するソフトバンクグループ株が下落基調にあることも判断を後押ししたとみられるということであります。まあ、ここででですすね、ね、株主アアメリカの有力のアクティビ アクティビストの、ね、存在が出たわけなんですが、まあ、この人ね、どうやるかなと思って、まあ、確認してみたんですが、まあ、するとですね、まあ、エリオットさんですよね、物、えー、言う株主エリオットさんが、まあ、ソフトバンク株のですね、ソフトバンクグループ株の3%ですね、を取得したということなんですよね。でちょっとね、えー、ここで思ったんですけども、あのー、このね、ソフトバンクグループが発表した あのまあ、5000億円ものですね、えー、自社株買いというのは、まあ、不動株には、ね、あんまり流れない、要は、ね、株,株,式に株式の株価に影響するあの不動株にはあまり流れないようなあ気がしますね。あとはですね、えー、皆さんの方でイメージを、ね、膨らませていただければなというふうに思います。まあ、そういったことも、ね、あってか、あの大手格付け会社がです、ね、こんな評価をしております。SP ソフトバンクグループの格付け見通しネガティブに自社株買い裏目ソースにつきましてはブルームバーグであります格付け会社の S&P グローバルレーティングは17日ソフトバンクグループの長期発行対格付けのアウトルックを安定的からネガティブに変更した格付けは当期的水準の最上位である BB プラスを据え置いた S&P は見直し理由を新型コロナウイルスの影響で世界的に株価が急落する中で大型自社株買いを発表し財務の健全性と格付けを重視した財務運営を継続する意思に対して疑問が生じていると説明投資資産価値が今後大きく低下した場合格付けに見合う財務健全性が維持できなくなる可能性もあるとも指摘した。 一方、現時点で BB プラスの格付き事態を据え置いたことについては今後2年間の社債総還に備え十分な手元現預金を維持しているほか今回の自社株買いが財務に与える悪影響を新規投資の抑制や資産売却などによって吸収できる可能性がある点を挙げた投資資産価値は13日時点で約26兆円と昨年 12月末時点の約28兆円から減少した投資産、投資資産価値に対する借入金比率 LTV も28%から29%程度と、昨年末の約26%から悪化したとみられている。比率が40%に接近した場合は、格下げを検討する。ソフトバンクグループは13日、発行済み株式総数の7%に当たる5000億円を上限に、 自社株買いを行うと発表した同社広報室の湯浅健一氏は金額規模は手元の流動性と財務の安定性を考慮に入れたとしていたあともう一つありますね、えー、ムーディーズソフトバンクグループの新ローンは信用評価上ネガティブソースはね同じブルームバーグであります。 SP だけではなくて、信用格付け会社の大手のです、ね、ムーディーズも格付けについてはです、ね、ネガティブにしているという状況であります。ではです、ね、読んでいきましょう。アメリカ格付け会社のムーディーズは21日、ソフトバンクグループが計画している子会社株式を担保にした資金調達について信用評価上ネガティブとの見方を示した。ムーディーズが発表した英文資料によると、資本構成の複雑性が増し、 債務不履行デフォルトの際には優先債務を保有する投資家の立場を弱くする可能性があると指摘したムーディーズ・インベスターズ・サービスの稲瀬元木シニア・クレジット・オフィサーはブルームバーグの電話取材でムーディーズでは実質的に担保付き借り入れだと見ていてこの割合が増えるとシニア・無担保の有利子負債を持つ投資家の劣後性が高まると述べたソフトバンクグループは19日 国内通信子会社のソフトバンクの株式を担保に最大5,000億円を借り入れると発表した期間は最長3年国内外金融機関16社から25日に借り入れる今回の借り入れはマージンローンと呼ばれる手法でソフトバンクグループが保有するソフトバンク株31億8,292万株のうち9億5,300万株21日終値1.4兆円相当を 100子会社の日の出1号に貸し出し日の出1号が金融機関から借り入れる携帯を取るブルームバーグの記事については以上になります。まあ、この、ね、よくわからないマージンローンという、ね、手法についてちょっと、ねえー、調べたんですけども、まあ、マージンローンというのは、まあ、投資家がです、ねえー、まあ証拠金を支払って、えー、まあ証券会社をです、ね、仲介にして、えー、株式を担保にして銀行からです、ねえー、融資を受けるという、ねまあ、あのシステムらしいんですよね。 ただですね、問題は、その株式の株価が下がってしまった場合、お衣装をですね、要求されてしまうんですよね。でもし、お衣装を払えなかった場合につきましては、担保に取っていた株ですよね。株を取られてしまうという状況になります。この内容を見てですね、思ったのが、以前ですね、z o タウンの元社長のですね、前澤さんがやっていた手法と同じですよね。 まなのでですね、ソフトバンクについては、ソフトバンクグループにつきましては、あのー、このままですね、株価がまあ,あの混乱が収まらずにですね、株価が下がり続けた場合につきましては、あのトの子のですね、ソフトバンクですよね、携帯会社のソフトバンクね、取られてしまうことになるのではないのかなというふうに思います。以上で動画の方を終わりだと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。